援する。ムートが集まれば彼らは分別のある行動を取る。全員がムートに同意したわけじゃないわ。これだけ長くいればノルドが必ずしも思慮深くないのはわかるでしょ。自分の心に従うわ。帝国軍へようこそ。よく聞きなさい。ウルフリックの右腕ガルマルストーンフィストが尖った王冠があると信じている場所がわかったわ。それをあいつに取られないようにするの。残りの部下はすでにコルバンヤンド周辺に集まってるわ。ここが片付いたらすぐ行くから、あっちで落ち合いましょう。ウルフリックが目を覚ましてくれればいいけど、もう止められないかもしれない。ウルフリックが死ぬか、市長たちの支援を打ち切らない限り終わらせる方法はなさそうね。いずれにせよたくさんの血が流れるわ。私のことは待たないで。ウルフリックがこの王冠を手に入れていきなり上級王になるとでも。何か言う。状況は？会えて嬉しいよ。お前なら立派な帝国軍の兵士になると思ってたんだ。共に来てくれるのはありがたい。ここの様子はどうも気に入らないんだ。ストームクロークの話じゃないぞ。この古い遺跡、古代の者たちは我々を歓迎していないようだ。放っておこう。だがそんなことは気にするな。我々は皇帝の兵士だ。行く手に何があろうと職務を果たす。そうだろう。ここに着いた時ストームクロークは入り口近くで張り込んでいた。俺たちがここにいることにはまだ気づいていないよ。まあせめてものことね。反乱軍の方が先に到着したみたいね。構わないわ。こちらには奇襲の優位性がある。出発する準備をしてちょうだい。ついてきて。みんなよく聞いて。ストームクロークどもは私たちと同じ目的でここに来たのよ。王位を狙うウルフリックが王冠を欲しがってるけど絶対に渡さないわ。敵側に知り合いがいる者も中にはいるでしょう。でも忘れないで、今や敵となった彼らは躊躇なくこちらの命を奪おうとするわ。キュリウス将軍は私たちが尖った王冠を持ち帰ることを期待してるの。まさに今からそれをやるのよ。反逆者に本物の軍人の姿を見せてやるわ。お手柄よ。何が起こったのかも気づいてないでしょうね。ストームクロークを見くびらないで。帝国軍の古参兵も大勢いるの。彼らは確かに裏切り者かもしれないけど、戦い方は知ってるわ。不意打ちのおかげで優位に立てたけど長くは続かないわ。さあ行きましょう。
合図とともに突撃するわよ。真の実力を見せる時が来たわね。帝国のために。嫌な感じがするわ。待ち伏せに持ってこい。見つけるのよ。ボーッダいるはずよ。腕じゃないな。やっぱりスミールにかけて。怒らせたらどうなるか思い知っただろう。皇帝のために。古代人の歴史を示しているのだ。この彫刻の意味が理解できないのは残念だ。秘密が暴けなかったことは誰にも分かりゃしないさ。あなたと一緒にいてくれて嬉しいですわ。第一の任務に集中して探してるのは王冠よ。どうやらこっちも一番乗りじゃなかったよね。何？石の爪？
油断は禁物よ。さあ行くわよ。調子はどう？何か見つかった？そのまま探してちょうだい。門を開ける方法は必ずあるはずよ。王冠はこの辺りのどこかにあるはずよ。広がって周りに気を配るのよ。はい、この死体で王冠を見つけたぞ。これが探してたものだ。
るで。ほら。よくやった。いてくれて助かったよ。今のうちに手に入れてください。これが望みでしょう。矢を作るのは自分に合ってると思うんだ。難しくて時に退屈だけど、でも精巧な矢は神の怒りのように相手を射抜くんだ。そっちはどうだ。遅いですが、いいようです。唯一の方ゆっくりやる。やりすぎると木が曲がっちまう。帝国軍の要求に最高の武器と防具だ。そうだ、軽装、重装、もしくは中装、どれにする。
わかった。じゃあこれだな。よし、これで決まりだ。兵士一人につき一揃い無料だ。そんな投資があれば、家族や客に対して後で振り返った時に、これが最善の決断だったと思うだろう。それは保証する。何か用か？ファイアルマーチは反乱軍と首都の間にある重要な緩衝地帯。ウルフリックはその破れ目を見つけて進軍を試みるだろう。見事だな。実は存在すら疑っていた。何か問題はなかったか？そうか、特使の提案に対して反応がちょっと遅かったかもしれないな。だが結局王冠は手に入ったのだ。さて、ホワイトランのバルグルーフ市長へ非常に重要なメッセージを届けてもらいたい。信頼できるものが必要だ。ウルフリックがホワイトランを攻撃するのに十分な兵を集めたらしい。信頼できる筋からの情報だ。だが市長は帝国軍からの援助を拒んでいる。この書状を読めば彼も気が変わるだろう。いいか、これには市長以外の者の目に触れてはいけない重要な情報が書かれている。